の新井です。サンデースの新井健です。応援ありがとうございました。今回非常に楽しみにしていきましたけど、まず暑いですね。一つ一つ本当に素晴らしいあのプレーを見て感動しました。腰がいもなく感動してます。佐藤先生、すいません。まっすぐ正面をお願いします。どうか、はい、はい、じゃあおめでとうございました。ありがとうございました。これ野球やっててよかった。あの舞台でも、しっかりと自分たちの野球ができたんで、そういう平行棒の野球で。甲子園では、本当にたくさんの人の応援のおかげで、日本一を取ることができました。これは皆さんの総合力じゃないかと。本当に感動いたしました。チリも、準決勝の方で、おめでとうございます。